危ない。何かわからないことがあったら。あら、基本的それ以外。私やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。この風を使って上に行きましょう。お姉さんに任せて。なるほど、雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいのよ。封域よ。ここから上に上がりましょう。ちょっとビリビリさせないとね。やみつきにならないでね。何よ。それ感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。摩擦で生じたイカズチの火花は、私の首にある宝石が何かって。嘘、本気で聞いてるの。これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから。突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど知能の低い。これを壊せば帰って休めないわ。休めると思ったらがぜんやる気が湧いてきたわ。東風の竜トアリン、南風の獅子ダンディライオン、北風の狼ボレアス、西風の鷹セピロス。それらはトワリン。それ人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風四方の風の中で、彼は初めに自身の力を。多分憎しみ。モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風より。でも四風守護だったのに、何で守る。モンドの人間、これを読むといいわ。お姉さんが助けてあげる。もちろん、そうだ、四風守護の今後も入手するかも。